トリビュートの設定とソーシングと呼ばれる工程につきまして設定の方法をご説明させていただきたいと思います。まずフーディニで扱えるアトリビュートのタイプは4つあります。ポイント、頂点、プリミティブ、ディテール、この4つがフーディニ内で扱えるアトリビュートのタイプになります。ファイルシミュレーションを行うにあたって特にデータを保持していく際にですね、アトリビュー使用されるアトリビュートのタイプというのはポイントとプリミティブ、この2つがメインになります。まずシミュレーションを行う前にですね、データのそのシミュレーションを行う前にデータの作成を行う必要があります。そのデータの作成の流れとしまして、ポイントにまずアトリビュートを持たせます。そしてポイントから VDB ボリュームに対して VDB ボリュームに変換するラスタライズを行う必要があります。そしてラスタライズされたデータを DOP のネットワークに渡すことでシミュレーションを行うことができます。でこの時にアトリビュートを持たせるデータのタイプ、アトリビュートのタイプとしまして、まずポイントのアトリビュートという形でアトリビュートを作成して、その後 VDB やスタンダードボリュームもそうなんですけども、フーディニの中でボリュームのデータというのはプリミティブとして扱われます。ジオメトリスプレッドシートなので確認した際はプリミティブタイプのアトリビュートとしてそのデータの名前が保持されていることが確認することを確認することができます。まずポイントにアトリビュートを持たせる段階につきましてご説明をさせていただきます。シミュレーションを行う前にまずポイントに対してアトリビュート初期値という形で持たせる必要があります。そのアトリビュートの名前としまして、デンシティとテンパチャ、バーン、そして V とあるんですけども、それぞれ密度、温度、燃焼に関するアトリビュート、そして速度に関するアトリビュートになります。これらを初期値としてポイントに付加させてあげる必要があります。 FD218.5 から搭載されたファイルバーストソースソップノードは爆発の作成に特化したソップノードになります。ファイルバーストソースソップノードのパラメータを見ていくとですね、4つのタブが並んでいるんですけども、バーストシェイプとバーストアニメーション、そして今画像で赤線をつけているバーストコンポーネンツ、そしてアウトプットアトリビューツというタブが用意されています。このバーストコンポーネンツの中で初期値としてアトリビュートを作成することができます。今この画像の中ではアトリビュートのネームをバーンという名前に設定をしています。ここはプルダウンメニューになっており、他にもデンシティ、テンパチャ、ダイバージェンス、カラー、アルファといったアトリビュートの生成が可能になっています。でまたベロシティにつきましてはアウトプットアトリビューツというタブで別で作成する必要があります。ベロシティというパラメータがありまして、ここのチェックボックスにチェックを入れて有効化し、もし必要であればアドベロシティノイズを有効化することによってより詳細な設定を行うことができます。ポイントごとに一律の数値を割り当てるのではなく、ばらつきをある程度持たせることができるようなオプションになっています。このような流れでポイントに対してアトリビュートを持たせた後、アトリビュートを持っているポイントをラスタライズします。で一般的にはラスター化というのは画像処理に対して使用される言葉だったりする用語だったりするんですけども、フーディニの中ではアトリビュートを持つポイントをボクセルのデータに変換する処理のことをラスター化、ラスタライズと呼びます。でこのラスタライズに使用可能なノードとしまして、これもいくつかあるんですけども、特に活用頻度の高いラスター化、ラスタライズを行うソップノードとしまして、ボリュームラスタライズアトリビューツソップノード、そしてボリュームラスタライズパーティクルソップノードのこの2つが挙げられます。でこの2つの中で特に使用頻度が高いものはボリュームラスタライズアトリビューツソップノードで、ボリュームラスタライズアトリビューツソップノードはラスタライズに行う上で必要な機能がまとめられたアセットノードと捉えることができます。でそのパラメータを見ていくとですね、先ほどファイルバーストソースソップノードを用いて作成したアトリビュートをまずこのボリュームラスタライズアトリビューツソップノードのアトリビューツタブに対して
その名前を入力してあげて、この入力した名前のアトリビュートをボリューム化します。フーディニの中でボリュームのデータはプリミティブとして扱われるので、ジオメトリスプレッドシートを見て確認を行う場合、プリミティブのアトリビュートを確認することで、ボリューム化されているかどうかというのを確認することができます。でそしてボリューム化したデータを DOP のネットワークに渡します。でここでソーシングという言葉が出てくるんですけども、ソーシングというのはボクセルデータ化したアトリビュートを DOP のネットワークに読み込む工程になります。パイロのシミュレーション爆発に限らずなんですけども、基本的に必要なノードというのは今表示している通りこの4つになります。スモークオブジェクト DOP ノードとボリュームソース DOP ノード、そしてパイロソルバードップノード、この3つと、アウトプット用の、ノードがあるときちんと出力されているかどうかというのを認識しやすいので、ここも、追加をしておきます。でソーシングについてですね、特に重要なのがボリュームソースドップノードになります。このノードのパラメータを見ていくと、ソースボリュームというパラメータ、名前を入力するパラメータとターゲットフィールドというパラメータがあります。ソースボリュームというのは、SOP の階層、先ほど SOP ノードを使用して作成したボリュームの名前を設定する欄になります。そしてターゲットフィールドというのは、DOP の中で計算を行う計算領域の、簡単に言うと名称になります。SOP の階層で作成したアトリビュートを DOP の中で計算を行う領域の名称に当てはめてあげることによって、処理が流れていく、数値をはめていく。という形になります。テンパチャーとデンシティにつきましては、 SOP の階層で設定された名前と DOP の中で扱われる計算領域の名前というのが、一致しているので変更する必要はないんですけども、例えばバーンアトリビュートであったり、ベロシティのアトリビュートというのはバーンはフレームに適用させてあげたり、ベロシティに関しましては V ではなくベル VEL という形で表記することがあるので、きちんと合わせてあげる必要があります。そうしないとですね、アトリビュート初期値として設定したデータというのが DOP の中に読み込まれないので、きちんとしたシミュレーションの結果が得られないことがあります。次にですね、今少しフィールドという名前を出したんですけども、そのフィールドとは 何であるかというところにつきまして、ご説明をさせていただきます。フィールドというのは、一般的には物理量を持つものが周囲に影響を与えたり、影響を受けたり、逆に影響を受けたりする空間、互いに影響し合う空間のことをフィールドと呼びます。でフーディニーにおけるフィールドというのは、デンシティ、テンパチャー、ベロシティ、一つの例ですけども、などの情報が互いに影響を及ぼし合う空間です。日本語ではバッと呼ばれたりすることが多いです。この計算領域、フィールドごとのに生成されるデータをビジュアライズすることがフーディニーの中では可能です。で、その時使用される DOP ノードというのが、スモークオブジェクト DOP ノードというノードになります。この中でビジュアライズを行うことができるオプションが用意されています。これらを有効にすることによって、そのフィールドでどのような効果が生まれているのかというところを確認することができます。例えばですね、今表示しているのはデンシティフィールドで計算した結果になります。密度情報を計算するフィールドなので、煙を表示するために必要なフィールドになります。最終的にシェーディングを行う際にもですね、このデンシティの情報、密度情報を参照して、例えばグラデーションをかけてあげたりとかということを行っていきます。で次にですね、テンパチャーフィールドがあります。名前の通り温度のに関する情報を計算するフィールドで、テンパチャー、ここで温度の情報というのは、浮力、煙、炎が上に上昇していく動きを作成するときに必要となるデータになります。そして次に、ベロシティフィールドです。こちらは速度情報、名前の通り速度情報を計算するフィールドで、このベロシティの情報に対してノイズを与えることで、煙、炎そのものの動きに対してランダム性を作り出すことができます。その際に使用する DOP ノードにつきまして、後ほどご紹介させていただきます。
次にダイバージェンスになります。煙や炎の膨張収縮する動きを温度情報にベースにして計算して、それを速度に対して適用させるためのフィールドで、爆発を作成する際にはですね、かなり重要なフィールドデータになってきます。膨張させる動きを作り出す際に、ね、ダイバージェンスフィールドを使用するという考え方自体はですね、これまでのスパースボリュームだけではなく、デンスボリュームを使用した従来のフリーのシミュレーションの中でも同じ概念で挙動を再現することができます。なのでここ自体は古いものも新しいものもバージョンでも変わっていないということになります。で、次にフレームフィールドです。こちらはバーンアトリビュートとダイバージェンスのアトリビュートを初期値として作成した場合に、それらをある計算によって組み合わせることで生成されるフィールドになります。このフィールドをレンダリングした結果が炎として活用されることが多いです。炎のシミュレーションを行って、その結果をシェーディングしたりレンダリングを行う際にはですね、このフィールドを参照して色味をつけていくという設定の仕方をしていきます。今ご紹介しましたこれらのフィールドをすべて統合した結果、画面のような爆発の挙動やグラデーション、色味などを決定することができるようになります。これらのデータの組み合わせでシミュレーションの結果というのは生まれるということです。